本日放送された10題ご覧いただいた皆様ありがとうございました。その、ね、中で説明した、暗記法について少し掘り下げて動画撮っていこうと思いますので、よかったらねこの後もご覧ください。どうも、あいちです。改めてになりますが本当に、ね、ご覧いただきありがとうございました。と言っても今撮ってる時にはね放送前なので、どんな感じだったのかわからないんですがね、いい感じだったと信じてこの動画撮っております。今回放送の中でも使ってもらえてると信じてるとこなんですけど、見る前チェックっていうのと寝る前チェックっていうの方が話をさせてもらったんですね。で、具体的にじゃあどんな方法を使って暗記をしていくのかって話をする前に、ヘルマン・エビングハウスの忘却曲線って話に軽く触れておきます。これはもともと節約率っていう言葉を使われて説明されるものなんですが、例えばあるものを100分かけて暗記したとします。それを20分後には42分で覚え直すことができますよっていう実験、つまり 58% は節約できたよねっていう話なので、話を戻すと、結局ヘルマン・エビングハウスの忘却曲線何かっていうと、覚えたものに対して20分経過したら 42% のことは忘れてしまうよって話。たった20分でだよ。で、その20分のもっと先、1日経ちます。このあることを勉強してから復習せずに1日経ってしまうと 66% のことは忘れてしまうっていうのを研究したのがエビングハウスなのね。この数字をどう捉えるかっていうのは人それぞれだと思います。ただ自分としては暗記頑張ったのに1日経ったら 66% 忘れるってなかなか大きい数字だと思うんですよ。で、よくその暗記がうまくいかないっていう、暗記が自分苦手なんですとか、全然覚えられないんです、テストの時思い出せないんですって悩んでる子たちっていうのは、やっぱりここの忘却をしちゃってるわけよ。つまり定着させることができてないっていうところに問題があるね。そのために今回自分が説明したのが寝る前チェックと見る前チェックです。で、まず寝る前チェックの方、これはもうシンプルです。寝る前に、寝る直前にその日勉強したもの、暗記したもの、新しくできるようになったことなんかを復習します。その時には机に座ってしっかり勉強する、そんな必要はありません。自分でやったノート、問題集、単語帳チラッと見るだけでいいんです。ちょっと思い出す作業をしてください。これは寝てる間、休息してる時に脳の中で整理されます。頭の中で整理をされて記憶が定着しやすい。だから寝る直前にその日やったことを思い出すってやることによって効率的に頭に定着しやすくなるので必ずやっておきましょう。で、もう一個が見る前チェックです。これは何を見る前かっていうと、例えばテレビが好きな子はテレビを見る前、 LINE をすぐしてしまう子は LINE を見る前、 YouTube が好きな子は YouTube を見る前、 Twitter でもインスタでも同じです。よく自分が見てしまうものの前に必ずチェックする癖をつけてください。例えば英単語の暗記を例えに出します。夕方にある単語、じゃあ50個頑張って覚えたとしましょう。英単語をね、で50個覚えました。さっき言ったように何もしなければ20分後には 42% 約20個ですねを忘れてしまうわけです。で、そうならないように細かく思い出す作業が必要になるわけ。ただ日常生活していく中で細かく勉強を思い出そうってする時間なかなか習慣つかないんだよね。であれば自分がよく見てしまうもの、YouTube でも何でもね、さっき言った内容の見てしまうものの前に、 YouTube 見ようって思ったその前に、さっきやったもの、今日何やったんだっけ、何英単語覚えたんだっけ、何が忘れやすかったんだっけっていうのをチェックする癖をつけてください。最初はそううまくいかないです。その習慣っていうのはそう簡単につくものではないからね。ただ根気強く何回も何回も繰り返していけば、スマホを持って何か見ようと思った瞬間、あ、違う、待って、見る前にさっきのやつ復習しようみたいな感じにやることができます。自分の生徒もできるようになったから。それで少し話がずれるんですけど、例えばみんなが大好きな歌手の方、歌い手の方でもいいですが、新曲を出したとします。新しい歌をね、出したとして、事前に何も情報を知りません。新しい曲をついにいきなりポッて出てきて、うわーすごいって歌聴きますよね。で、歌を一曲聴きます。一曲聴いた後にもうその人のことを思い出すこともない、歌も聴かない、歌詞も思い出さないんです。その状態で1日経ったらきっと歌うことはできないんですよ。そういう環境ありえないけどね。でも一回聞いて、で、その後ね、何回も聞いたりしたりすると思うんだけど、翌日にはおそらくね歌えると思うんですよ、ほとんどの方が。なぜかって、何回も繰り返して歌を聴くっていうこともあるし、その人のこと思い出しますよね。歌詞のことね思い出すんですよ、だって好きなものだから。でも勉強はそうじゃない。基本的にみんなあんま好きじゃないわけです。意識して思い出そうとしなければ思い出さないんですよ。でも思い出す作業をしなければ忘れちゃうんですよ。だからそうならないためにも、頑張って覚えたもの、時間をかけて覚えたんだったら極力忘れない努力をしていきましょう。今の日本のネット利用者13
13歳から19歳までが約 97% の人がネットを利用しているってデータが出てます。 SNS に関しては10代の LINE 使ってる子は約 90%、 Twitter は 65%、 インスタは男女にかなり差があるんですけど、男の子が 40% で女の子が 70% で出てる。多くの方が何かしらの SNS は使ってるはずです。つまりそういう SNS、まあ、YouTube そこ入ってないですけど、そういったものを見る前に必ずチェックするっていう癖をつけてやっていくことによって必ずね成績が上がるし、効率的に暗記することができますので、ぜひね試してみてください。